坂の上部より坂下方向を見る。左手はフェリス女学院中学校、高等学校。塩組坂は神奈川県横浜市中区の元町から山手町に通じる坂である。坂の下は元町の商店街の一部をなす。八坂、三尻坂、貝殻坂、北井坂、大館坂、高田坂、西の坂などとともに元町から。 山手の丘に登る坂の一つである。元町3.4丁目坂に位置し、長さは190メートルほどである。麓の道沿いにはベーカリー、ポンパドール本社や、塩組坂の名を冠した、イタリアンレストラン、横浜学園付属元町幼稚園がある。元町幼稚園は、かつて小説家、中島敦氏が教弁を取った、横浜高等女学校の後にある。 さらに登ると右手に、フェリス女学院中学校、高等学校が現れ、登り切ったところで左手から高田坂が合流し、山手本通りと交差する。凶いな道であるが、自動車の通行は可能である。平日の午前9時から午後3時にかけては、元町幼稚園付近が歩行者専用となる。坂の名は、 横浜市志向によると水利に乏ぼしい丘の上へ、農夫が海水を汲んで登ったからとする説があるが、横浜の坂の著者の小寺厚氏は、沿岸の恐れのある海水は農業には不向きで、潮見坂から転じたのではないかと推測している。市民グラフ、横浜ナンバー95、横浜橋巡り坂歩きによると、農民が小規模な声援を行ったのではないかと、しているが、いずれも定かでない。 1884年には山手居留地26が町の一つとして横浜区市奥見坂の町名がついた。1889年に横浜市に所属した後、1899年に山手町に編入され、町名としては消滅した。ありがとうございます。